というわけで翼チャンネルのインター翼です。よろしくお願いします。ちょっと聞こえるかわかんないですけど、うん、時事ネタ会、うん、まあうちのチャンネルでちょこちょこやってるんですが、うん、を本日やろうかなとなってるんですかね、はいはい、ちょっとこれがいつ上がる動画になるかわからないんですが、うん、まあ巷では噂というか結構物議を醸している、うん、まあ、体操の選手ですよね、うん、はい、未成年の喫煙について、うん、そこそこ盛り上がっているんですが、まあじゃあ僕はこれ率直に聞きたいんだけど、はいはいはい、翼くんはこの結果をどう思いますか。うん、うん、僕は正直、うん、そこまでなのかなっていうのはもちろん言い悪いだったら悪いですけども、うん、まあ、正直ああ別になって、うん、まあ知らんで知ってる、まあ、どういうことかというと、うん、まあ体操の ね、はい、宮田選手、うん、エース格なんですね。うん、そうですね。が要するに19歳でタバコを吸ってしまったと、うん、もしくはなんかアルコールの疑いも、ね、まあ、なんからしいですね、とりあえず、はい、うん、でそれが、うん、まあ、結局見つかってしまって、うん、代表を外され、うん、っていうことですね。そうですね、はいはい、まあこれなんですけど、はい、まあ僕は、うん、まあ、何人かもちろん有名な方たちもね、うん、ちょっとやりすぎだろと言ってる人たちいましたね、うん、はい、うん、僕もそっち派なんですよ、うん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 、ただ、うん、どうしてもこういうスポーツ、うん、特に体操なんてね、はい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 、あの採点スポーツですよ、うん、美を競うスポーツでもありますね、うん、やはり例えばじゃあこれをね、うん、内緒にしててくれたとしても、うん、どうだったのかなっていうのはあります、うん、さあ仮に本人もバレてないという状態の中で、うん、今後進んでいったとしても、はい、何かしらストレスやね、何かを感じたからそういう行為をしていたと思うんですね、うんうん、あ、なるほどね、まあ、今現在スポーツをやってる選手にとってタバコなんていうのはマイナスでしかないわけで、まあね、そりゃそうですね、はい、だからまあ何か理由があって、うん、まあ、プレッシャーいろんなのありますよ、うん、エースエースと言われてるプレッシャーだとか、はい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 、まあ、そういうので手を出してしまったと、うんうん、だから本来はみんなその分かってるけど、うん、黙っていてもらうっていうのが一番良かったんですよ、うん、でもまあ言ってしまったと、はい、うん、これでまた収めるのも良かったんじゃないかと、なるほどね、あ、要するに外にバレないようにするってことですよ。まあまあそれはまあまあ本当シンプルにそういうこともできたっちゃできましたね、まあ、終わってからで良かったんじゃないのっていう声もあります。ただそうやって、うん、お前やめろよという声をもう本人に言っちゃうと、うん、それはそれでまたね、うん、やばい私どうなっちゃうんだろうと、うん、メンタルがね、まあね、やられて、はい、競技に支障が出ると、はい、だからまあなんとも言えないですね、はい、でまあ仮に、ね、結果的には代表を外すと、うん、いうことですよね。まあそうですね、はい、もちろんですけどこの子この後どういう、うん、風になっていくかわかんないですけど、うん、まあ、4年後のオリンピックを目指していくのかな、はい、この次のオリンピックを目指していくのか、まあ、ただもう一生背負う十字架、うん、これを称されてしまいましたね。まあもう事態になりましたからね、はい、もちろんですけど、お母さん、両親、うん、身内、うん、近所の人たち、うん、全員が応援してました、うん、それが一瞬で消えたんですね。まあね、もう顔向けできない、うん、お母さんなんかは特に、はいはいはい、ね、もう恥ずかしくて、うん、もうそれこそなんですか、犯罪に手を染めたわけではないけど、うん、まあ、そういう親御さんと同じぐらいの気持ちにね、親御さんがそういう気持ちになったんじゃないかなって僕は思うんですね。はい、どう思いますか。そうですね、まあ、事態って言っても結局させられるようなもんだとは思いますから、うん、あれですけど、まあ、でもなんかその体操の団体自体というか、うん、結構そのもう規定があるんですよ。規定っていうか、なんかそもそも相性、まあ、バレてないっていうか言わないだけで喫煙飲酒結構してるよみたいなリークもあるみたいですから、うん、もうで だったらなんでそれ多分知ってるだろうに、うんうん、今やっちゃったのもねでね、まあ一応はもうすでにこの強化合宿だとかなんだとかこれを関連してる中で、うん、一切タバコは吸っちゃいけないと。まあそれね、これは未成年じゃなくてもタバコ吸っちゃいけないんです、うん、そういうルールがあるんですね、はい、だからそれを犯してしまったっていうのもあります、うん、でもよく例に出されるのは、うん、スケボーの選手が未成年で、うん、中国かなんかに行ってタバコ吸いましたね、うん、タバコだアルコールか酒を飲みました。スケボーかでもこれはお咎めなかったんです、うん、これはなぜか、うん、これがよく例に挙げられるんだけど、うん、なんだと思いますか。そのスポーツのなんかジャンルじゃないですか。じゃなくて違うんですよ。あ、違うんだ。中国では明確に何歳以上じゃないとお酒を飲んじゃいけないというルールがないんです。ああ、そうなんですね。だからそっちでのことなんで、はいはいはい、関係ないってことなんですよ、うんうんうん、あ、なるほどね、ね、うん、まあでも、まあ、かつていろんな問題を起こしたそういうのもありますよ、うんうんうん、でもまあそれは今回のこの体操はすごく厳しかったっていうことですね、うん、なるほどね、うんうん、でもまあちょっとこれでまたね、うん、次のオリンピックで再起してくるぐらいのメンタルであればまたいいんだけど、うん、まあこれで潰れてしまう
可能性の方が僕は大きいと思うんですよ。19ですからね。で思うのはまず、ね、オリンピックというものは、はい、国を背負って出る、うん、ことなんですよね。そうですね。でエース格の主力選手でしょ、うん、僕が思うのは、うん、国のことを考えたら出せよって思う。まあそれはそうですよ、はい、なんで弱くね、これ体操日本と言われてるんですよ、うんね、もうお家芸です体操は、うん、それで、うん、こういうことになる、うん、そして補欠の選手がいました、うん、普通ならばこの選手が繰り上がって代表入りするのかと思いきや、うん、しないと、うん、何の補欠だと、うん、この子もそう思ったでしょうね。まあね、補欠じゃあ何のためにって本当になりますからね、はい、いる意味なくないか、うん、そう思っちゃいますね、うんうん、だからなんかちょっとそういう、うん、うやむやなっていうか曖昧な部分がすごくあるから、はい、余計になんかちょっとね、はい、言われてしまったんじゃないか、まあそうですね。ただやっぱりね、うん、まあ今回はね、あの団体というものがあっての、うん、まあね、うん、あれだからね、はい、まあ、本人だけになれます。まあ僕はでもああいう例えば高校野球とかよくありますよ、うん、生徒の不祥事で高校、うん、野球出場自体よくありますね、うん、甲子園自体、うんうんうん、これ野球部員じゃなくてもそうなるじゃないですか、うん、まあ、僕はそういうのやりすぎだと思うんですよ、うん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 、野球部員だとしてもその選手だけでいいじゃないかと、はいはいはい、なんでみんなで目指していたこの甲子園をね、うん、夢を絶たしちゃうんだっていう、うんうん、こういうのはもう本当にねずっと謎なんですよ。あ、連帯責任のね、そうそう、うん、これはもう本当逆に日本のね、うん、悪いとこなんじゃないかと僕は思うんですね、うんうん、だからちょっとそういうのも、はい、その件にちょっと木にね、そうね、いろいろ見直してみるのもいいんじゃないかなと思う、今日この頃ですねまあその言葉が出てくるのかなって思ってましたけど、だからまあまあ、はいはいはい、できればまあ本当にね、はい、まあ、4年次のオリンピックを目指して、うん、まあ、再起してほしいなという気持ち、まあそうですね、うん、でもこれで潰れちゃったら逆にこうしてしまった、うんうん、人たちのせいだぜっていう、僕はちょっとそういう、まあね、19歳なんですよまだね、まあね、まあまあね、うん、で国によっちゃまあ据えると言っちゃあれかもしれないけども、まあまあね、むずいとこではありますよね、なんとも言えないですよ、うん、まあ、ただ別に20歳以上もダメっていうルールがあったんで、はいはい、まあ、それを犯してしまった、まあね、まあ、軽率な行動というのは、はいはい、あるんだけども、うん、まあちょっとね、うん、まだ一人の少女として、まだ少女ですよ、うん、簡単に言えばね、うんうんうん、ちょっと重すぎたんじゃないかなという、うん、まあ、僕はそう思う次第ですね。なるほど、はい、まあそういうことですよ、はい、今回はこれで、はい、どうもありがとうございました。つばさチャンネル、チャンネル登録してくれよな、チャンネル登録してくれよな。